皆さんこんにちは。本日はですね、CF1 ですね、についてのですね、説明をですねさせていただきたいと思っています。で我々が考えるにですね、新しい不動産の活用方法としてですね、不動産というのはですね、どういう形で、になっているのかなというのをですね、簡単に解説していきたいと思うんですけども、例えばここに土地がありますねと。で不動産の場合はですね、まずその土地のですね所有者というですね、所有権とかいう問題でですね、この土地は誰のものだろうというところがありますね。でここにあるのはですね、所有権があって、今度はですねここに建物が建っているとすれば、この建物はですね、の所有者とこの土地の所有権者が違ければですね、ここに設定されてある権利というのは、地上権とか借地権とかですね、この建物の所有権にですね、我々が考えるにはですね、この建物を今度人に貸すということ、で人に貸すということはですね、この建物の所有のに対して賃借権というですね権利が発生するわけですね。つまり土地の所有権に対して建物の所有を目的とするものが地上権借地権ということであれば、この建物を利用する人のですね、権利をいわゆる建物賃貸借ですね、ですので、賃借権ということになります。でこれをですね我々の場合はどう考えるかというとですね、このですね全体的なものをですね、管理ないしテナントリテンションをしながら何をするかというとですね、収益を生むわけですね。ですからこの収益を目的とする不動産については、所有権、地上権、借地権、また建物の所有権、賃借権で、これらを総合してですね、何を目的とするかというと収益権なわけですね。でこの収益権をじゃあ我々どういう形でですね、普段日常的に管理なりテナントリテンションしながらですね、運営していくかということです。でこの賃借権ですね、については当たり前ですけども、人に物を貸す、で貸していただいた方、借りていただいた方から家賃を得る仕事なんです。でこれはですね、本来の姿で考えますとですね、なんかこう不動産投資というとですね、不動産を買えば家賃が自動的に上がるというですね、勘違いをしている方がいるんですけども、この賃借権が設定されている建物をですね管理運営するというのは、ある意味でですね、ホテル業のようにこの部屋を貸して家賃を得る商売だと思っていただきたいですね。で最近よくですね、まれに勘違いされている方がいるんですけども、不動産投資をですね、電卓を叩いて収益構造を考えて、で投資をすればですね、明らかな家賃収入を得られるということを考えている方がいるんですけども、それは大きな間違いでして、やはりそこに人が介在して賃借権があるということは、こちら側としては賃借権の代わりに収益権を得る仕組みなわけですから、こちら側のですね義務というのが発生します。で義務をですね我々ですね日常的にじゃあどのような形で解決するかということを考えてですね、今はこのオンサイトマネジメントですね、いわゆる当社の管理運営するエリアをですね8ブロックに分けて、この車がですね常に巡回をしているという、これは巡回するサービスを行っていて、でさらに、こちらのですね入居者情報を得ながらクレーム処理だとかですね、例えば設備のですね故障に対するメンテナンスですとか、そういうですね業務をですね、行っている、またですね当然ですけどもですね、そこの建物のいわゆる清掃だとか、もしくはですね、劣化したものの交換ですとか、または例えば高圧洗浄だとか、そういうものをですねしながら、入居者のですね、住みやすい環境を維持管理するということをですね、行っているわけです。でまたさらにですね、こちらで、ですね、のように、我々ですねまず入居者に対するサービスと合わせてですね、仮にその入居者がですね出てしまった後にですね、出てくる問題というのは空室対策ですね。当然ですけども人が退去してしまえば家賃は上がることはありません。ですからなるべく早くですねこの賃貸をですね、に出して、埋める行動を取る、
まあ、いわゆるリーシングというですね、我々の業務につながるわけですけども、お当社の場合はですね、こういう細かい、メンテナンスなんかもですね、させていただきながら、空室のリスクをなるべく極力抑えるということも行っているわけです。でまたですね、さらには入居者に対するリスクというのではですね、家賃の督促というのがありますね。当然ですけども、空室の時に家賃は入らない、じゃあ入居者が入ったからといって家賃が入るとも限らない。これは ある意味でですね、人に住んでもらうための逆に言うとリスクというものが生じてきます。で当社はですね、まあ、ご承知の通りですね、私がこの賃貸ドラマ110番というですね、本を執筆いたしまして、また賃貸管理関係ですね、まあ、この稼げる賃貸管理系だとか、かつてはですね、まあ、こういったあの業界に対するですね、マニュアル集ですね、なんかもですね、随分作らせていただいた関係で、当社の場合はですね、こういう実務にはですね、十分対応するというようなですね、ノウハウもあるわけですから、当然ですけども家賃の滞納があれば即時にですね、一応滞納の処理をさせていただく。また、まあ、こちらはですね、ちょっとあれですけどもですね、いわゆる、まあ、退去をしていただいて、まあ、残った残存物を処理しているところですけども、まあ、こういうこともですね、まあ、日常的な業務の中には含まれているということです。ですから、まあ、我々ですね、この管理運営するというですね、ノウハウを活用して、この賃貸の業務ですね、トータル的に先ほど申し上げましたこの土地建物をですね、から上がってくる収益権をですね、確保するという業務を行っているわけです。で、本来ですね、不動産投資に関しましてですね、まあ、不動産を買って、そこのですね、家賃を得るというですね、行為についてあまり興味がないんだという方もいらっしゃるんですね。そこにつきましてはですね、これらの収益権全部をですね、この CF1 という会社がこの土地建物をですね、保有する。つまりこの CF1 の仕事というのは全てこの業務を含めた中での収益権だけをですね、切り取って、CF1 の方に対して、ですね、分配をするというような仕組みでございます。この税金の支払いですね、とかまた空室リスクの共有、つまりですね、まあ、不動産をですね、多くこの CF1 が保有している関係でですね、空室リスクの分散ができるとですね、例えば一つのですね、投資に対して一つの空室があると 100% 空室になりますけども、所有物件がですね、20個になれば一つの空室はですね、5% に圧縮することができるわけですね。でこの全体のですね、パイの中からこの空室リスクというものをですね、カバーしながら CF1 の方はですね、リスクを回避しながら運営を行っていくということ。あとまたですね、積極的な資本改善も行っていきますのでですね、この物件、保有する物件に対して例えば、入居者が出ていった時にですね、蓋を開けてみたらとんでもないですね、状況になっていた時にもですね、個人の方でしたらそれは全て自分で負担しなければなりませんけれども、 CF1 の方はですね、この CF1 の収益性の中でですね、いわゆる補修工事等をかけてきますので、そういうリスクの方もですね、全て分散できると。つまり、ですね、CF1 の場合はあくまでもこの収益権を目的とする、要するに事業主体でございまして、でかつ当然この CF1 はですね、当社のグループ会社の CF ビルマネジメントに対して、通常の投資家と同じようにですね、滞納保証付きのですね、管理委託をしています。ただしこの CF1 の中には従業員もおりませんし、また当社のですね、事務所の中にあるわけですけども、その事務所のテナントの費用負担をしているとかいうことではなくてですね、あくまでもこの収益を目的とする会社でございますので、余分なリスクがかからないということ、余分な経費がかからないとなります。
ですから ある意味でですね、非常に、まあ、従来のですね、投資性のファンドと比較してですね、安全性が高い。ただし、まあ、他のファンドと比べて、少人数死亡債でですね、形成されている関係上をですね、一気に大きくするということはできない、事業主体でございます。ですから当社のですね、特別な会員ですね、ゴールド会員、プラチナ会員の方、にですね、ご利用いただくだけのサービスでございますので、このですね、CF1 に参加される方はですね、まずは当社のですね、ゴールド会員の方にお申し込みいただく必要があります。まあ、そんなことでですね、こちらをですね、CF1 は全てですね、ウィンウィンウィンの関係ですね、投資家も利益があって、CF1 この会社はですね、に対して利益があって、かつですね、当然この入居者に対するサービスも向上するということですので、全てがですね、ウィンウィンの関係がですね、構築できる非常にいい仕組みではないかなというふうに考えて、運営をしております。ぜひ皆さんのですね、ご参加をお待ちしております。